I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月30日から31日のダイジェストです。30日の夜は、5月最後の消耗品、調味料などの買い物、買い出しに出かけました。あと、マンダラを描きました。31日は午前中が動画の拡散や運動パン作り、午後はお友達が来て一緒にガーデニングをして、あとお夕寝などをしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ダイエット、栄養管理、8時間以内の飲食で、YouTube がゆうとれさんとマリナトレさん、オレンジ色が歌で夜遊びさん、リサさん、アブさん、アーリンさん、エメさんとウルさんの歌を一緒に歌いました。黄色がアクリル絵の具でマンダラを描いて動画の編集とブログを上げました。黄緑色が拡散をしてツイッター2つシェアしてあります。 Facebook 5つシェアして YouTube 1つ作ってノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアしました。 LINE ブログが日記のタイムラインを上げています。 Instagram 3つ上げました。緑色のガーデニングとハーブを育てるのをしています。水色の計画を立てました。青色の暗記暗唱知識が、FP ではなくて簿記の方を昨日はやってみました。最速簿記さんの動画を見させていただきました。占いがルーンとタロットカードと写真撮影ですね。で、ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみ整える、感謝を捧げる、自分を愛して褒めるできています。薄だいだい色が皿洗いと洗濯、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、薬飲む、サプリ、料理もほんの少しだけしましたね。はい。黄土色がお買い物と帳簿付け、それから両学長さんのを、見ました。茶色が漫画と全粒粉パン作りやりました。発芽玄米も、作ってありますね。はい。黒色が、メソッド深めるのほんのちょっとだけやりました。灰色の読書忘れました。白色の掃除のりとお経、お香、お祈りまでできていて、動画の視聴が薬師寺官房さんと金剛院さんのです。今日の喜びということで、コロナのこともあり、自分の内側に潜る修行ということもありで、家族以外の人に会わなくなって随分経ちます。で、月に一度書類を取りに来てくれる友達と今日はガーデニングをして楽しい時間を過ごしました。最近は自分の中ではズームや LINE を通して人と会うのが当たり前になっていて、感覚の移り変わりが面白いです。今日の自分観察ということで、今日はどうしてこんなに投げやりな気持ちで体が持たないのかしら、私病気になっちゃったかなというふうに思っていたら、前の日に寝たのが2時だった。単純な睡眠不足でした。昼間に予定が入ればできないことがあって当たり前なのに、ついつい後の方に全部を詰め込もうとしてしまいます。睡眠時間を削って後ろへ回しちゃあかんと何度も言い聞かせているのですが、何とも時間で区切るのが苦手な頭で困りものです。切り替えができないんですね、どうしても。それでも少しずつできるようになってきたので、だんだんと定着させたいと思います。あと今日は簿記の勉強をしたのですが、 FP はとっても面白いのに簿記はすごく退屈で簿記好きな方は申し訳あります。本当に私
苦手っていうか興味が持てなくて、すぐに別のことを考えて別の世界に飛んでいる自分を感じて、ああなんか勉強どれでも好きって思っていたけど、やっぱり興味の持てないものってあるんだなというふうに面白いなと感じました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。これからお庭の消毒をしてくださる業者さんが来ますので、今日も飛ばして最後のところに行きます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。